こんにちは、ゆうです。ご視聴ありがとうございます。本日のテーマは自分の本音というテーマで見ていきたいと思います。はい、こんなに暑くて仕方がない季節はね、自分が本当は何を思ってるかってなんかおかしくなりません？うつろになりませんっていう感じで、はい、本音をね聞いていきたいと思います。はい、選択カードこっちから ABC で用意してますので、お好きなカードをお選びください。はい、それでは早速見ていきます。よろしくお願いします。はい、それでは A を選んでいただいた方見ていきたいと思います。自分の本音ですね。はい、自分の本音、今何を本当は思ってるのか見ていきます。選択カードはティンクエッドスルーが出ております。はい、本当はどう思っているかというと、あまり何にも考えたくないというか、まあ難しいこと考えたくないというか、思うようになっていってくれたらいいなというような、結構ラフな、はい、状態がちょっと本音としてあるかなという感じですね。はい、でそんな A さんの現状ね聞いていきます。はい、現状も疲れてますね。なんかやり込んだことがあって、終わったというか、やり込んだんだけれども、なんだろう、やりすぎたっていうのかな、なんでしょうね。まあいろんなことを一生懸命頑張ってやってきたんだけど、なんか全然フィットしなかったとか、まあ体が疲れただけ、心が疲れただけとかで、全然自分のなんかやりがいとか、こう喜びとか、なんか生きがいとか、そういうのじゃなくて、なんかただただ疲れちゃったみたいな。はい。なんかまあお仕事だったりとか、まあパートナーのためにとか、いろんなことにね、時間とか、そういういろんなものを費やしてきたけど、疲れちゃったみたいな感じですね。だから何も考えたくないっていうのはそういうところなのかもしれないですね。だから、本当の幸せを、まあ探していくターンに入るのかなって感じ。アチューンとザ・ディヴァインが入ってるので、なんか自分にとって何が一番必要なのか欲しいのかみたいな、なんかそういうことを、しっかり考えたいというか知りたいみたいな。私はこの人のために、このことのためにいろいろこう、費やしたり、こう、尽くしたりすることが幸せだと思ってやってきたけど、全然違ったわ。じゃあ、一体何なのみたいな。私のそのやりがいとか幸せって何なんだろうみたいなところに、今到着しましたということで、はい、もっとそれを突き詰めていこうという状態に来ております。で、本音ね、もっと詳しく聞いていきたいと思います。はい、今の自分の本音はめちゃくちゃゆっくりしたいですね。もうほっといてくださいみたいな。私は、旅に出ますみたいな。はい。なんか、リゾート地に旅行に行きますみたいな。もうちょっと当分ハワイで、バケーションしますので、そんな時に難しい話してこないでねみたいなじゃないですけれども、なんかそういう今状態ですね。実際にバケーションするかどうかを置いておいて、気持ちとしてはそういう感じ。もう私は好きなことを、今から私をいたわるための行動をしに行くので、もう話しかけないでみたいな、 LINE 送ってこないでみたいな、なんかそういうような、はい、感じ。まあ誰かと距離を取ったりとか、まあ仕事と距離を取ったりとか、いろんなことが、それ人それぞれであると思うんですけど、そうすることによって自分のまあ気持ちとか、心と体が回復していくみたいな、はい、そういう感じで、言われてますね。そういうことなんですよね。うん。ちょっと今なんかもう一生懸命やってきたっていうことをやめて、力をほどいていく。なんか体にこう、こわばってた、緊張してた、なんか、力を込めてたところを、こう、脱力していくみたいな感じで、まあ、本当にリラクゼーションみたいな、ことが、テーマとして本音で出てるかなと思うんですけれども、考えすぎちゃうと、自分が、悪くてできなかったみたいな風になんか到達してしまうと思うんですよ。そのなんか時間があると
なんかそういう感じで、ああなったのは自分が不甲斐ないからだとか、なんかこう、あれ、あそこでああやってしとけばとかっていう風なことにつながるみたいなのも出てるので、まあそんなことは考えずに、今はちょっとあれでやりすぎちゃったから、もうちょっと体力があったら、まあどうにかできたかもしれないけど、まあスタミナ切れだから仕方ないんだよ、わはは、そのために今こうやってエネルギーチャージしてるんだよ、わはは、みたいな、なんかすごいそういうラフな感じで、はい、痛いということなので、そうしていてください。で、Go Wild も一緒に出てるので、本当になんか本能に忠実で今過ごすのがいいかなって感じですね。なんか肉食うとか、なんだろう。まあ、自分がこれ食いて、これしか勝たんみたいな食べ物があったら、それをいっぱい食べるとか、なんだろうな、お仕事してる時とかだったら、次の日の、ことを考えて、お酒が飲めないから、飲んだらしんどいからとかって考えたりしてた方とかは、もう好きなだけお酒飲んだりとか、まあ、好きなことを好きなだけっていうのを、ちょっと取り組む必要があるかなと思います。今までそうやっていろんなことに配慮してきてたので、できなかった。本当はもうこうやっても、理性なんかほかして捨ててやりたいみたいなことがある方は、それをちょっと今やるべきかなというか、まあそれをやることで体力が早めに回復するんだよねっていうことで伝えてきてくれてます。はい、アドバイス聞いていきます。はい、アドバイスは、おー、同じようなのが重ねて出ておりますので、今は本当に自分と向き合う時間ということでアドバイス出ておりますので、何をどうしたらいいかとかじゃなくって、とりあえず自分のために使う、自分のために使うんです。はい。で、まあ誰かといることがその自分のためになるんだったらいいんですけど、どちらかというと本当に一人でというか、平和、自分、一人の意見、一人、直感、なんか直感とか感覚とか、本当に自分の内側とか、なんかそういうところからのひらめきというか、そういうものをこう突き詰めるというか、なんかクリアにしていく必要があるかなっていうことで言われてます。で、なんかまあこういうタロットの動画を見てるってことは、こういうのが好きな方だと思うので、なんかまあセッションとかしてる人とかのあれそういうセッションに参加したりとか、まあそういう占いで自分が素敵だなっていう発言をしてる女性に、こうヘルプ、なんていうの、サポートを受けて自分と向き合っていくっていうのも、まあ良いことかなという感じがしますね。うん。だからこうやって見るのもいいですけど、なんか個人で鑑定してもらうとか、直接なんかアドバイスを受けるというか、するといいかもしれません。なんか自分と向き合うためにサポートしてくれる人とつながったりすると、より分かりやすくというか、やりやすくというか、早く良くなるというか、はい、いい風になっていけるかなという感じも出てるので、まあ、気になる方はそういう人にご依頼してみたりすると良いかもしれませんね。はい、なんか最近イベントしてる方多いですしね。私がいいなって思って見てる、そのタロット配信してる人は結構最近イベントもりもりだなって思うので、まあ、そういうのに積極的に参加したりとかするといいんじゃないかと思います。はい、うん。まあなんかそうじゃなくても、そういう人の本を読んだりとかっていうので、かなりこうなんだろう、整うというか、心を整えていけるというか、はい、状態をね、良くしていけるんじゃないかと思いますので、はい、そういう直感が冴えてくるような人の言葉とか話とかエネルギーを受け取っていくみたいな感じで、自分のその本当に思ってることを鮮明にしていくみたいなので、はい、やっていただくといいかと思います。で、結果見ていきたいと思います。結果は本当になんか今は取り戻す時って感じなんですよね、自分のその本来のバランス。はい、だから乾燥肌だったら
潤いを取り戻さなくてはいけない。潤ってる肌、潤いすぎても油ぎっしゅな人はなんかちょっとそれを鎮静させるのをしていかないといけないみたいな、なんかまあいろいろと程よいバランスにする必要があるわけなんですよね。お肌も体も心もみたいな感じで、まあエネルギーとかってそういうのも。で、それを多分自分まあお肌のこととか目に見えることとかだったら、まあこうしといたらいいかとかっていうので分かりやすいんですけど、そういうエネルギーとか心とか目に見えにくいこと、判断しにくいことって結構なんかおろそかにしてしまいがちだったりするんですよね。見えてても、まあお肌とかもね、こうやってしたらいいよって分かっててもなかなかできない方もいらっしゃるみたいな感じで、まあだから分かっちゃいるけどできませんみたいなのはあると思うんですけど、やったら楽になるんだぜっていうことなので、うん、なんか今楽じゃないのは自分が面倒くさがってるとか、それをやればいいだけのことをやってないからなんですっていうことで言われてるので、まあしっかりエネルギー蓄えて、自分の中にどのエネルギーが足りてなくて、こういうなんか気持ちになってるんだろうみたいなのを、まあしっかり知って向き合って、何を補充して、何を使いすぎないようにしたらいいのかみたいなのをしっかり知ってもらえたらいいかなって感じですね。はい。整えたら全然大丈夫な方なんですよね。私は、病気なのでしょうかとかって思わずに、うん、なんかしんどくてって感じかもしれないんですけど、なんか使い間違えてるからしんどくなるだけで、それをなんかちょうどよく程よく調整したらいい感じになるから、はい、それだけちゃんと向き合って知ってもらえたら、分かってもらえたらいいかなって感じですね。はい、使い方次第ってことです。はい、以上が選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価で応援していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。はい、それでは B を選んでいただいた方見ていきたいと思います。本日のテーマ、自分の本音でね、見ていきます。選択カードはこちらのクールヨアエモーションが出ております。はい、本音としては冷静にいたい、冷静に行動していきたいということでね、はい、そのような感じで、言われております。はい、そんな B さんの現状を見ていきます。はい、そうですね、うん、現状なんかね、自信ないけど、自信ないんだけど、きっとこれはうまくいくんだろうみたいな現状がありますね。うん。なんか、自分が自分を信じられていなくて、それについて向き合う力が、足りなくてっていうことだけで、それをやればうまくいくだろうってことも、それをしていくことで自分が、わーいってなっていけるだろうなっていうことも分かってるみたいな、そんな現状がありますね。まあだから過去からの影響だったりとか、いろんな、まあ、兼ね合いで、ちょっとそれをやれば、楽しいとか楽しめるっていうのは分かっちゃいるけど、それでなんか失敗した時とか、ダメだった時とかっていうことを考えて、一歩なんか前に踏み出せないとか、はい。なんか新しいこと挑戦したりみたいなのだったりとか、なんか、例えば結婚を決めるか決めないかみたいなのだったりとか、なんかきっとうまくいくだろうけど、なんかすごい大きな変化となることがわかるから、なかなかその一歩を踏み出すのがちょっと今恐ろしいみたいな、はい、感じですかね。はい。で、本音ね、もっと詳しく聞いていきましょう。リリースコントロールとジャスティスの逆位置。なんかあれですね、なんて言ったらいいのかな。今まで多分自分を守るためにそういうまあ思考というか、結構冷静に自分の感情とか、をコントロールできる方だったと思うんですよね。理性が強いっていうのかな。だからあんまり腹が立ってもガッて怒ったりしないし、なんか誰かを好きになりそうになっても、この人とはうまくいかないだろうなとかって思ったら、グッとなんか好きじゃなくなったりとか、なんか仕事とかでも、はい、なんかうまいこと
まあ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 みたいな感じでしていく癖がついてる人なんですよね。はい。で、どうしてもだからその今までの癖として、まあこうしといたらまあまあ問題ないだろうみたいなように、いろんなことを動かしてしまうんですよね。でも、なんか本当はそんな理性が強い人間になりたいわけじゃなかったみたいな。本当はもっと喜怒哀楽激しくというか、なんかもう素直に、わーいって思ったらわーいってしたいし、あなたのことが好きって思ったら好き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 ってしたいし、嫌だって思ったら、嫌だ嫌だ嫌だ無理無理無理みたいな。そういうことが本当はしたいんだけど、でもそれをしてはいけない状況とか環境があったから、それができない自分がいる。で、だから自分でそれをできないんだけど、本当は、本当の自分はそうじゃないんだよみたいな、なんかちょっと難しいんですけど、だからまあ複雑環境、複雑家庭とかで育った人とかは、多いですよね。自分の思ってることを言えないみたいな。本当に思ってることはどっかしらにはあるんだけど、それを言っても何にもならないし、自分が傷つくだけだし、だから、こう、家にしまってしまって、みたいな感じで。で、でも、もう、この今、こういう感じでいろいろね、見ていく中で、あ、自分は本当はこういうふうに思いたいんだな。本当は自分はこうやってしたいんだな、とか、なんかそういうのを、だんだん感じてきてる方なんですよね。で、本当の本当の本当の自分とかを見つけて、それが本当の自分だって思いたくても、なかなかその、ずっと使ってきたコントロールが、外れなくて、本当はこうしたいって、本当はこうしたいって思ってるのに、でもどうしても今までの癖でこういう風に動いてしまう、わーみたいな、なんかそういうちょっと、心の葛藤というか、もうこれを終わらせたいみたいな感じですよね。今までの自分はこれで終わりにしたいのに、あ、難しい、できないみたいな感じが、はい、感じております。でもなんかすごい、本当に冷静なんですよね、常に。ね、もう冷静でいるしか入れなかったみたいな感じですかね。はい。大変でしたね。はい。で、そんな B さんへのアドバイスね、もっとどうしたらね、こう楽になれるのか聞いていきましょう。その本当の自分をさらけ出したことがないとか、さらけ出せる場所がなかったとか、だからこうやってやっとこさ本当の自分を出そうって思ったとしても出したことないからやり方わかんないとか、それで出した先のなんか、だからその表を歩いている自分、そのエゴがずっと私を、導いてくれてた、それが勝手に動いてくれてる、いや演じてくれてるから、本当の自分は傷つかずにそうやってこういろんなことをやっていけてた。でもそれが反転するというか、まあ、本当の自分が本当の自分として表に出ていろいろやっていくってなったら、やったことないからわかんないよみたいな、今までずっとエゴに任せてたから本当の自分としてやっていくってなってる、どうしたらいいかわかんないんだよみたいな感じにちょっとなるんですよね。でも、まあ、別に無理に動かなくてもいいんだけど、いいからなんかその今まで自分を支えてきてくれたエゴに手を握ってもらいつつ、ちょっとずつなんかこう進めていくといいかなって感じですよね。そう、なんか本当に自分はその自分の傍観者として過ごしてきたけど、本当の本当の自分としてはそれをやったことないわけですから、初めてだと思って、なんかそうやって取り組んでもらう、本当に慎重にというか、過去やったことあっても、それは本当のあなたとしてやったわけじゃないから、また別のことになるから、そうやって捉えて、いろいろとこう慎重に、無理にやろうとせず、本当に初めての気持ちでいろいろやっていってもらったらいいかなって思いますね。
で、何を本当に自分は見たいのか、何を必要としたいのか、何が欲しいのか、何を求めているのか、なんかそういうのをもっともっとこう素直に、知る必要があるかなっていうことで言われてるので、まあだからその今までだったらこうそのそこに進もうとかって思わなかったことについて今多分進もうとしてたりとかあるかもしれないので、だからその大変だからやっぱりやめるとかじゃなくって、なぜそっちに行きたいって思ったか、なぜなのか、それは本当にそれが必要だからだよねみたいなのを逐一忘れないようにちゃんとその見る必要があることを見ないといけなくて、すぐ諦めちゃいたくなったりとか、自分には無理だってもうやめぴみたいなしたくなっちゃったりすると思うんですけど、あなたはそうやって諦めたいんですか、諦めたいから諦めるんですかみたいな、そうじゃなくてあなたはやりたいからやりたいと思ってるんだよね、それ忘れちゃいけないよみたいな、それをやめたいからやりたいと思ってやめるっていう行動を起こしているわけじゃなくて、やりたいからやりたい気持ちが浮かんでるんだよ、だから間違えないでねみたいな、そう、はい、感じで言われてますね。はい、そう、もう昔のあなたじゃないんだから、新たなステージに進んでいかなきゃいけないんだから、もうなんか今までと同じような選択はしないようにということですね。はい、で結果見ていきます。 Lovers Focus on the positive。 なんかあれですかね、一緒にいる人とか周りに一緒に過ごしていく人が変わったとか、まあ新たな出会いがあったりとか、なんかまあ転職だったりもそうだと思いますし、新しいパートナーとか、なんかまあそういう人に出会ったりとかっていうので、結構その今までと全然違う感覚になってきたりとかさせられたとか、はい、嬉しいことにっていう感じですよね。でもそうやってそのなんか前向きに進んでる人が近くにいたら、あ、自分も前向きにやってみようってなるんですけど、だからといってすぐ前向きに行動を起こせるかって言ったら、そんな簡単なことでもないので、まあなかなか難しいとは思うんですけど、でもその人のおかげ、そういう影響のおかげでもっともっと前向きになれたりとか、今までだったら考えられなかったぐらいポジティブな方にね気持ちが向かっていってるっていう感じがするので、まあそれはそれとしてすごく大切に持っておくというか、感じていただくといいのかなっていう感じですね。なんか尊敬するというか、なんか素敵だなって思う人の影響を受けることによって、自分もちょっとそういう風にやってみようかなみたいな感じでなっていけるので、はい、とってもいい感じに進むかなと思う。本当に自分のその本音と向き合っていって、なんか楽になっていけるというか、あ、ずっと自分はこうしたかったんだよみたいな、なんかインナーチャイルドが癒されるじゃないですけど、昔のその幼少期の自分が癒されていったりとか、なんか納得していったりとかで、すごいまあ満足感感じられるような風に進んでいけそうなので、まあ素敵に、まあ怖いので、いろんなことをそのやっていくのって、守られてた自分が自分を守ってたのに、その守られてた自分がピロって表に出たら、それは怖いんですよ。そう、何もかもが怖い、本当に赤ちゃんだと思って、無理に進めず、ゆっくり、興味があるんだったらそれについてもっとこう進めていったらいいですけど、いや怖いよって思ったら無理にしないでも、はい、ゆるくやっていったら、無理強いは良くないのでね、はい、無謀なことはせず、はい、空気とか状況を読むのは得意だと思うので、そんな感じで自分が今どうしたいのかっていうのをしっかり感じ取ってあげて、そのままや素直な行動を起こしていってあげるといいかなという感じで言われてます。はい、以上が B を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価していただけると励みになります。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、それでは C を選んでいただいた方見ていきたいと思います。自分の本音で見ていきます。選択カードこちら Believe in your good luck が出ておりますね。
はい、自分の幸運を信じたい。はい、そうですよね。自分には可能性があるだとか、自分はきっとうまくいくだとか、そういうことをね、うん、本当に信じているわけです。はい、まあ、直感が強かったりとか、本当に自分を信じることができる人っていう感じなので、まあ、ちょっと特殊な、うん、生き様をお持ちな方なのかなと思います。はい、で現状ね見ていきましょう。はい、 No you are loved tower ですね。そうですね。なんかね、今までの自分というか、なんかこう凝り固まった何かとか、自分の中で積み立てた何かとか、なんかまあ辛いことがあって、それをこうどうにかこうにか、まあ、自分の糧として生きていくために固めてたいろんなものがついにひびが入るっていうのかな。そうやって生きていくしかなかったんだ私は、みたいな部分から、光が、光がっていうか、その中で自分が育って、そこからなんか生まれてくるみたいな、殻を破って出てくるみたいな感じですかね。なんか不思議な感じですね。だから本当は卵として生まれる存在じゃなかったんだけれども、あまりにも世の中が物騒すぎるから、自分が生まれるまで殻を作って過ごしてたみたいな、はい、なんかそういう感じで、ついにあ、こうやって出ていったらいいんかみたいな感じで、殻を突き破るような、はい、タイミングに入ってきたということで、はい、言われてますね。今までだったら別にその殻の中から傍観してるだけでも、なるほど、ええか、別にここの中におったら攻撃も受けへんしちょうどええしみたいな、なんかそういう感じになってたんですけど、ついに出ますみたいな、殻から出ますみたいな出たくなっちゃったみたいな、出なきゃダメになっちゃったみたいな感じに、はい、なります。はい、ということですね。もう、まあ、殻が割れちゃったからしゃーなし出なくちゃいけないとかって人もいると思いますし、まあいろいろあると思うんですけど、はい、でまあそうなったっていうのは、愛されてるということを知ってしまったから、なんかまあなんだろう、愛を知ってしまったら殻の中からその相手を見るというよりかは、それに触れたくなるとかっていうのもあるのかな。だからその殻から出てあなたに触れたいのみたいな感じじゃないですけれども、なんかそういう今現状があって、ちょっとドラマチックですね。はい、まあだからなんかアイドルっぽいですよね私が K-POP 好きなので、なんかそういう感じ、ずっと練習生してて、デビュー前で一生懸命いろいろやってたんだけど、やっとデビューできて、ずっと殻にこもってた自分の心がついになんかみんなの心に触れたくなっちゃったみたいな、もう自分らしく自分は自分の意思で動きたくなっちゃったみたいな、なんかそういうのじゃないですけれども、なんかそんな感じの現状を感じます。はい、で本音もっとね詳しく聞いていきましょう。 Go for it。 はい、もうやるぜって感じですね。もう自分らしく自分の個性をもうとことん突き詰めていく、周りにというか、そのまあ外部、まあ例えばご両親だったりとか、そういう会社の上司だったりとか、いろんな兼ね合いで君にはこれをやってほしいからこういう風でいてくださいみたいな、なんかそのレールに引かされるとか、君の役割はこれだみたいなの与えられてたものからもう脱退して、自分はこうしていきたい、自分はこうでありたい、こうしていたいみたいな、なんかすごくこう想像性が強くなって、個性をもっともっと伸ばすみたいな、はい、だからね、練習生とかそのなんかなんていうのかな、認めてもらうまでは本当にマニュアルのその評価の
トップを取らないといけない。でもそうやって表にはいどうぞ出ましたってなったら、もうマニュアル通りだと全然ダメで、いかに個性が必要かみたいな感じで、すごく突然急に変わりますよね、評価のその形が、みたいな感じで、 B さんはちょっとこれからそうやってその自分の個性をいかに伸ばさないといけないかみたいなところに入ってくるんで、でそれと同時に多分自分自身も伸ばすぜーみたいな、結構盛り上がってる感じの気持ちも出てるので、ちょうどいいというか、まあ、ちょうどいいというか、その本当に運命の流れに本当に乗ってらっしゃる方だと思うんですね。だから今まで耐えてきたというか、うちに秘めてきたいろんな思いとか感情とか、なんかこうこうしたい、ああしたい、俺はこうなるんだぜみたいななんかそういうのがふつふつと、うん、やるぜ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 みたいな感じで、はい、今本音として現れております。すごいイケイケですね。はい、でそんな C さんにね、もっと良くなるためにアドバイス聞いていきましょう。ヒエロファントとウォークスルーヨーフィーリングス。はい、本当になんかファンの人がいるみたいな活動、本当に C さん、C さんがそうやって俺は俺だぜイエイみたいななんか本当に自分はこういうことをやります、こういうことしていきます、こんなことしてますみたいなのをすることによって、どん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 こうファンとか、まあコミュニティができる、あなたをすごいですねみたいな、参考になりますとか、あなたのその教えに、同意しますとか、なんかそういう感じで、なんかこう肯定、強行日本語読めない、強行、もう教え導く人みたいな存在になっていく、そういうエネルギーを持ってる人なので、本当にその気持ちを持って、なんだろうな、その自分はそういう存在だっていうのを持っていたらブレなくなるんですよね。どうしたらいいか、何を選べばいいかっていうのに、なんかこうおろおろしなくなったりとか、もっとしっかりやろうとか、もっと頑張るぞとかって思っていけるので、本当にそれを見失わないように持っていただけたらいいかなと思いますね。で、あなたのひらめきとかフィーリングがそのすごく強く、その生かしていく、生かされるっていうことで言われてるんで、本当に本当に自分が感じること、思うこと、なんかそういうのを突き詰めれば突き詰めるほど全てがうまくいくよっていうことで言われてるんで、本当に働きかける。はい、自分の気持ちに働きかける。はい、自分の気持ちがこうだって言ったらその通りに動くみたいな、なんかそういうことをね、すごく心の赴くままに、はい、行動って感じで、はい、直感、そういうのをすごく大事にしていかないといけないということですね。はい、結果見ていきます。なんか今多分すごい溢れ出てる何かがあると思うんですよね、 C さんは。それをマジで何か対処しないとダメだよって感じ対処したら何もかもがうまくいくみたいな。はい、でそれをちょっとでもミスったらダメになっちゃうとか、体が体調が崩れちゃうみたいなので、なんか本当にその思い通りに、思った通りに動かしていかないとエネルギーがおかしなことになるぐらい運命が切り開かれるというか変わる瞬間なので、はい、すごい大変だと思うんですけど、でもなぜできないかって、なぜかって、そりゃ今までずっと殻にこもってた人が突然ね、急にお尻フリフリして踊れますかって話なんですよね。それはなかなか難しいじゃないですか。だから、まあ、そう簡単じゃないんですけれども、だからといってやらないじゃなくって、もうできないからやりませんではなくって、まあ、やれることをやっていくって言ったらいいのかな。かなりブロックがかかってるんですよね、自分の心に。その殻、ずっと殻にこもってた人が突然ね、
扉が開いたとして、うん、どうぞどうぞみたいな、できるわけないんですよ。うわ、開いちゃった、どうしようどうしようって感じなので、今ちょっとその、まあ、そうやってうわーってなるのは自然の摂理というか、はい、なんですけど、でもずっとその開いてることが続いたら慣れるんですよね、人間ってすぐ、うん、だから今はすごく、あ、どうしようどうしよう、困った困った、困る、やだやだ、怖い怖いって思ってるけど、だん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 慣れてくるので、開けておいてください、その扉を、みたいな心の扉を開けといてくださいっていうことで言われてるんで、うん、だからなんやかんやしてるうちに、ちゃんと自分のその新しい、スタイルが確立されていくと思うので、最初はうわーってなるの当たり前なんですけど、うん、大丈夫だから、そのままこう穴を塞がずに、うん、自分のその開いていくいろんな部分を広げたままで、どんなこともどんな可能性も受け入れて、全てうまくいく、いい風になる、自分にとっていいことが起こるって思って、いろんなチャンスを機会を、受け入れていっていただければいいかなということですね。はい、うん、だからあなたに悪いことをしようとして入ってくる人以外は、極力なんで入ってきたのって言わずに、こんにちはみたいな感じで、ちょっとずつ歩み寄るというか、ちょっと知っていくこと、うん、をしてもらうといいのかもしれませんね。うん、で、そういう人、いろんな人と関わることによって、自分ってどういう存在なのかって、まあ、鏡写しじゃないですけど、教えてくれるので、うん、本当に大事なことかなと思うので、やってみてくださいということです。はい、楽しみにしております。Cさんの、スタイルが確立されるのガチガチのスタイルが確立されるのを楽しみにしてます。ということで、以上が詩を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。